ズーマーのエンジンですけども、これがオイルポンプ、ここに入るんですね。これがですね、プラスチックでできてるんです。壊れてしまうと。で、対策品が出てます。茶色いのから黒いのに変わってますね。これも持ち替えます。このカバーですけど、これ液体ガスケット、これで混んでみます。向きですね、この向きで入れるんですけど、奥に入らないと思ったら中身がこう穴がずれるようになってるんですね。それでこれでちょうどまっすぐにして、シャフトがまっすぐ入るようにしました。これで奥まで入りました。いくらシャフトが入れても入らないなと思ったら、奥にこういう形になってましたね。穴がずれてました。なので中身をこう合わせてやって入れると。そうしないとシャフトが飛び出てしまってケースができません。そういう状態でした。